にちは、フロントリーフチャンネルです。今日はですね、こちらのガーデンポリシャスというポリシャスの管理方法をお話ししたいと思います。まあ、こちらですね、ポリシャスという植物の、仲間一品種になるんですけども、非常にですね、光線が好きだったりとか、あとは水が多すぎると根腐れしやすいんで、割と、初心者向きかっていうと中級者向きの観葉植物になるかなと思うんですが、風通しを良くしていただいて、よく日に当てるということがまず第一条件になってきますので、置き場所が非常に限られてきてしまう植物です。なんで、すごく可愛らしいんですけども、管理方法、管理がですね、ちょっと難しいかなというところですから、自信のない方はちょっと難しいかなという感じの観葉植物です。逆にこれをきちんと育てられれば、ほとんどの観葉植物がですね、もう簡単に育てられると思いますので、そういった意味では、ちょっとチャレンジしてみても面白いんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。